天命の大主教に捕らえられた聖フレイヤ学園のバルキリー、キアナ・カスラナ。親友の娘であるキアナを助けるため、テレサ学園長は天命の敵対組織、ネゲントロピーと手を組み、強行手段で天命本部に乗り込んだ。彼女たちは本部が審判型崩壊獣と対峙している隙に二手に分かれて、両翼から急襲をかけ、本部東側の第三空港を占領することに決めた。テレサさん、飛行部隊が空港の周囲を占拠した。いつでも攻撃を開始できるぞ。いいところに来たわね。こっちも準備完了よ。全部隊戦闘配置、全火力集中、天命本部第三空港を占領するわよ。目標捜索中。次へとキリがないわね。やっと来たわね、ハイペリオ。小娘たちの愛どこに隠れているのかしら。目標捜索中。目標捜索中。どこに隠れているのかしら。目標捜索中。艦長、期待しているわよ。艦長、期待しているわよ。
どこに隠れているのかしら。目標、捜索中。どこに隠れているのかしら。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。敵がいない。艦長、期待しているわよ。困りましたね。デュランダル様は綺麗好きですからね。ちゃんとお掃除をしませんとね。リタさん、お帰りなさいませ。フカ様、審判型崩壊獣の討伐お疲れ様でした。お茶でもいかがです？どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。目標、捜索中。期待しているわよ。邪魔なやつは全部片付けたわ。撤退しましょう。ふん、天命弱すぎ。鉄くずを気候呼ばわりするなんてタイタンへの侮辱よ。まあ、これがネゲントロピーの新型機構ですか。少しお掃除が大変になりそうですね。テスラ気をつけて。そこまでです少佐。
抵抗をおやめください。それでは終わりにして差し上げましょう。言ったはずです。敵に回したくないのなら彼女を傷つけないでください。かしこまりました。深様、教皇庁へ連れ帰り監獄に入ってもらいましょう。まもなく実験室の上空に到着します。おかしいわ、守備が薄くなってる。わざとそうしているみたいに。何が起こっているの？強烈な波動が感知されました。メイ！メイ先輩、メイ先輩。キアナちゃん無事なの？私は大丈夫だよ。無事だし生まれ変わったみたいなの。キアナちゃん嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ今もう一度私と一つになりましょう。コンキストジェニー。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそほっとくわけにはいかないの。いいだろう。敵が律者なら、こっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私も、あなたを一人にはしない。
私は全てを失った。でも今日私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。